おほほほ、なんかこういうマジか、え、すごっ。あのご愛嬌のスピードではないですけどね、もうね。車の話出張坂戸店のコーナーです。というわけでですね、皆さん今日は群馬サイクルスポーツセンター群祭にやってきました。今日は新井博樹さんが雪上走行会をやっているということで、今回はですねアヘッドさんのデモカーであるデリカ D5 を、持ってきてですね、今日は雪の走行のインプレッションと博樹さんにも雪のね走行の仕方を教えてもらおうと思ってます。まあ、いつもはあの東洋タイヤさんのオープンカントリーを履いてるんですけど、まあ、それだと雪はさすがにちょっとね走るのが厳しいということで、今回はスタッドレスタイヤ履いてきました。まあ、今回ねホイールもなので変えてきてます。まあ、スタッドレスタイヤなんでね、まあ、かなり扁平も厚いタイヤっていうことで、まあ、あとはねここにあるマットフラップ、はい、まあ、これでねここに雪がびっしりついてますけど、このワイヤー何なんですかこれ。はい、まあ、もうこれで吊り下げてます。もうこれねこういっぱいならないようにちゃんとね支えられるようにっていうところで、巻き込まないような形でこのマットフラップはつけています。もうね今回参加している皆さんはすでにもう走行されているっていうところでね、かなりみんな楽しそうにね車を滑らせながら楽しんでいらっしゃるので、はい、僕も今日はねひろきさんにも教えてもらいながらこの雪をね楽しみたいと思います。それでは早速走ってみたいと思います。はい、ひろきさん。はい、やってきましたよ。寒いです。群祭全然寒くないですよ。今日なんならあったかいですよ。10度以上あったかい、例年 の日差しがあればあったかいですけど。そうですよ。はい、というわけで今日はお呼び出しいただきましたけれども、教えてやりますよ。どうせ雪なんて走れないですからね、しっかりまず基礎を教えて、そこからまず安全運転でやっていきたいかなというふうに思います。はい、じゃあ先生よろしくお願いします。はい、お願いします。初めどうしてもみんな滑らせたいとかっていうのがあると思うんですよ。ただ初めての雪の人の時ってどこで滑るのかわからないし、闇雲にアクセル踏んじゃうんですよね、だから自分が教えてる時はまず雪ですけど滑らないギリギリで走ってくださいっていう表現するんですよ。グリップみたいに走るってことですね。そうです、そうです。初めそれがわからないと、グリップレベルというかどうすれば滑るとか限界値がわからないので、まあそういった形で今やってはいますけど、行ってみたいなと。僕一番気になるのは安全に走るためにはそうっていうところで、アクセルのブレーキ、アクセルとブレーキの踏み方はすごく気になりますね。まあ本当に基礎的なところなんで、まずはその滑らせないように、まあ、デリカは実際初めて乗るんですけど、まあ、結構凍ってるところとかだと結構こういう風に。でもやっぱもう滑ってますよね。滑りは、はい、しますね。まあ、もう全然こういう、さすが三菱車ですけど、すごい制御のあれはすごい優秀ですね、やっぱり。おお、すげえ、こういう風に慣れてくるともっとこういう飛ばせるようになるんですけど、まあでも全然余裕はありますからね、デリカと全然走ってても余裕ありますし、こういう風に。おお、おすげえ、デリカがドリフトしてる。こういう運転する。おお、こういう運転。マジか、え、すごっ。だからエボテンの制御は脈々と受け継がれてますね。 AYC ですね。はい、こういう風に運転してみたい。だこれがまあ最終形態みたいな感じですけど、だから初めはしっかり直線でブレーキを踏んで、はい、ゆっくりハンドル切ってっていうような動作を初めやっていくんですよ。はい、なんか最初だいぶ今もう端折ってだいぶね最終形態に行ってた気がしますけど。俺が楽しくなってますね。そうそう、楽しくなってきて、まあまあ本当に普通にこういう風に走れますから。すごいな。だからデリカはもう全然走れます、ね、正直。今みたいに結構滑るじゃないですか、はい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 、ああいう瞬間っていうのは待った方がいいんですか、雪って。滑るときは基本的に待ちですね。グリップが戻ってこないときに切っても曲がらないので。いや、それは普通の例えばなんだろう、雪じゃない道と結構同じような操作が多い感じですか。ああ、そうです、そうです。基本的に雪はグリップが極端に低いので、まあ、そういったところでしっかりグリップどう走ればちゃんとグリップが出るのかなっていうのを見ながら走ってもらえればいいかなっていうふうには思うんですよね。
もう本当にそれができるようになると、こうアクセルオンでいかに車を、結局ここはほとんど一緒なんですよ、うん、あのサーキットでも一緒ですけど、どういう風に走れば、いやトラクションすげーな、これ前に出るかっていう、車をどうやれば縦に出せるのかっていうトレーニングの一つでもありますよね、うん、こうハンドル、まあ、入るまでは基本アクセル開けないです。はいはいはい、アクセル開けずにこうゆっくり切っていって、なんかこうフロントのやっぱりグリップ感がある時にやっぱりちゃんとアクセルを踏んでダを当てる感じですよね。ちなみにこれ操作的には一気に切った方がいいんですか、うん、それともゆっくりですじわって切って、ハンドル、まあ、切り出せばどんどん曲がっていくは曲がっていくんですけど、こうゆっくり切りながら、こういう風にゆっくり切って、初めはこうスライドさせないような練習。おスピード速いですけどスライドしないじゃないですか今みたいな。しないですね。ああいうのを始め、あの再現性を持ってできるようにトレーニングするっていうのが一番、ほう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 、安全にできるかなっていうところではありますね。ちなみにこれ4駆と2駆の車で、まあ、両方ともモードついてますけど、はいはい、ちなみに4駆と2駆だと走らせ方って違うんですか。全然違います。 FR とまた FF でも違いますし、うん、RR でも違うんで、4駆の場合は基本的にそのハンドル切ってフロントのノーズが入ったら切り足していきながら入っていくんですよ。そうすると四駆なんで引っ張って旋回していくんで、はい、それからちょっと FR とは違うんですけど、うん、まあそういうのができると結構面白いですね。なるほどなるほど。ひぃぃぃぃぃなんか変に声がはえー、こういう風にすごい結構面白いですね。デリカも初めて乗りましたけど、全然やっぱ制御はすごい面白い、安定感がすごい。いやなんかこの車正直やっぱり普通の四駆のスポーツカーと比べたら全然重いじゃないですか。なんですけど流れてもちゃんとこう路面を掴んで離さないというか、そうです、ね、流れてもちゃんと戻ってくるスピードが速くて、そうそうそう、あ外撮り見てみたいです。それはどんな感じ、もうこれはインスタ映えですよ。ただ乗ってる感じ全然重たさも感じなければ乗りやすいんですよ、すごく、はい、すごい乗ってて乗りやすいんで、これはなんか面白い車ですよね。すごいですね。逆にちょっと乗ってみたくなりました自分で問答無用でいけますよ、本当。さすがデリカさんです。もう完全に楽しくなってますね、ひろきさんこれ。そうです、ね、おーすごい、うん、だ基本的にフロント荷重にしてリアを逃がすんですよ。そうするとリアが流れてくんで、うん、リアが流れてからアクセルを開ける、うん、ハンドル切ってリアを流して、なんか本当ブレーキングドリフトしてるみたいな、そんな感じですよね。そうなんです。一回戻ってあれですね、ヤマドゥさんの運転を見てみようかなと。いや真似しなくていいから。いや真似しないですよ多いじゃないですか、もういきなり早い早いっていうか、やっぱトラクションがすごいですね。そうそうそう、だからいかにそのまずは滑らせないでしっかり走るか、どのぐらいで車が止まるのか、どのぐらいで車が加速していくのか、で路面が変わってこのスピードで入ると安打になるんですよ。ギューってでここでもうずっと待たないといけないですね。待ってる時はもうアクセルもブレーキも踏まないでとりあえず旋回するまで待つんですよ。で旋回して、でこういう時はあでもこれは待たないといけないですね。そうです、そうです。で旋回が始まったらアクセルを開けられるんですよね。それまでは絶対我慢で待たないといけない。やっぱ何もこう返ってこないですよね。フロントが流れてる時は返ってこないから。そう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 、だから何をしても結局 無駄というか、もう限界値を超えちゃってるんで、その段階でタイヤの、だからここでちゃんと減速をしておいて、しっかり止めて、しっかり止めて、そう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 、でここで曲がってる時はアクセルを踏んでも、そうそう、ノーズが入ったらアクセルを開けていく。おーちゃんと入る入る、すげえすげー。そう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 、でここもハンドル切って入ってからアクセルを開けるみたいな。でここ止めて、そう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 、でちゃんと曲がるまで待って、たらアクセルを開けていく。おお。あでもちゃんとブレーキ当てると戻ってきますね。そう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 、特に雪なんかは左足ブレーキングとかも練習にはなるんで、だこういうところでやってもらうっていうのが、まあ、今回のコンセプトで。そう、今実は左で踏んでたんです僕。あそうそうそう、だからすごくこう姿勢制御をどれだけソフトにやらないといけないのかっていうのがよくわかりますね。だグランツーリスモでも基本左でしょ。そう、僕左 で, 踏んでるんで、だから割とそういうのがね、やってる人ほどちゃんとできるんで。でも確かに本当にひろきさんの言う通りで、なんかこう
安全に走るってなったら縦と横をちゃんと分けないといけないっていうのは本当にもうその言葉通りですよね。そうです。だからまず縦と横を知ってからのドリフトとかそういう応用テクニックに入ってくるので、うん、はいはい、まずそこの基礎をしっかり覚えさせてるっていうのがまあ今回の走行会で、うん、安全に走るためのまあ技術をこう学んでもらうっていう場所ですね。いやこれは、ね、すごいですよ。楽しいでしょ。楽しいですね。もっと雪あったらもっと楽しいんですけど、ね、はい、ちょっとあったかいんでやっぱり路面が出てきちゃいました、ね、はい、あの今日自分の車がないことを後悔しました、ね、まあ、S2000 でね、 S2000 ではやらないですけどね。 S2000 でやりましょうね、はい、はいはい、次回 S2000 全開雪上アタック、こうも来た、はい、やりませんからね、はい、というわけでひろきさんありがとうございました、はい、ありがとうございました。では行ってみたいと思います。はい、雪の軍祭いやまあもっと雪があればよかったんですけど、まあまあまあ、いや十分ありますよ。ご愛嬌でこのぐらいで許してもらえれば、あのご愛嬌のスピードではないですけどね、もうね、すごいっすよ、だってエボってんすよこんなうわすげえ楽しそう、まあ、慣れれば凍ってる凍ってる凍ってる、慣れればだからこういうね普通に走ることもできるんで、こういうところとかも問題なくみたいなあ、もしかしたらなんか雪って思ったより滑んないのかなって思っちゃいますね。なんかこんな運転を見てしまうと、こういうね、こういう運転ができますよとデリタでもね、まあでも乗ってる感じ本当にエボテンなんですよね。全然こう危ないモーションもなければしっかりしてますよ、制御。うわ、回るじゃないですか、全然すごい困りきますね、すごい、ね、普通にエボテン切り返してた気がしますね、あそこで、ね、どんどん、まあ、ちょうどそうですね、逆走みたいな、うん、ああいう基礎的な練習ができてるとこういう路面のミューがまばらなところでもしっかりコントロールできますせと、はい、これはとても真似できる気がしないですね。まあまあ、あの基本的に新井博樹レッスンに 5,6 回来ていただければね、ここのレベルまで、まあでも大体1年ぐらいはかかりますよ。シーズン初めのシーズンで大体こう覚えて、で次のシーズンでだいたいものにできるかなっていう。1回じゃとてもじゃないけど、まあ、無理です無理です。これはなんかやっぱ雪っていろんな雪があるじゃないですか。まあ凍ってる雪だったりグリップする雪であったり、はい、除雪車が結構除雪車壊れたらしいですよ。あ、壊れちゃったんですか。そうそうそう全然だからデリカこうやって乗ってても怖くないですもんね。いや安定感が本当にすごいですよね。全然問題なく、なんか本当に車重を感じさせないぐらいキビキビ回る。おお、進むね。ウォーホー、めっちゃ進むわ、すごいわ、はい、ちなみに雪ってドリフトするのとグリップするのどっちが速いんですか、うん、場所による。場所による。そう、雪の質とかそのここは滑らした方がいいなってとこと、うん、ここはダメだなっていうところがあって、でそれをまあ使い分けてグリップの、まあ、経験値が溜まってくるとここはグリップするグリップしないっていうのがだんだん分かってくるんですよね。でそれをこう使い分けてあげるみたいな感じですかね。おお、すごいすごい、なんかもう FR みたいそうそうそう、すごいですよ皆さん、もう100キロ近く出てるんですよこれ、信じられないですよ。そんな出てないですよ、80キロも出てないですね。80キロも出てたら十分ですよ、この雪なんですから。出てないですよね。でもこのオンボードなかなか貴重だと思いますよデリカ D5 で軍祭を爆走する新井博樹。でも外乗りの方が全然楽しいかもしれない、はい、乗っててオンボードだとなんか普通に運転しすぎててなんか臨場感ないですからマジでいやでもこれすごいですよ、これ横に乗るとね本当にこの凄さが分かります、いろんな凄さがおー、こういう風にすげードリフトしてるいやデリカマジ分かんなんないですね本当に。これでまあ一周して、はい、帰ってきましたね。帰ってきましたね。ウォーホー、すごい、ディズニーランドのアトラクションより楽しい、これ。というわけでひろきさん、はい、雪の軍祭すごいですね。まあ今回ちょっとまあ雪が少ないんであんまり派手なね運転はできなかったですけど、
なんか申し訳ないな、今度あったらもっと全開で横向けてデリカでも全開走行ができたらよかったですけど、でもまあポテンシャル高いですよ、すごい。いや横に乗ってて分かります、だって2トンオーバーの巨体がこんなに軽々雪の中で駆け抜けちゃうんですから、車重の重さ一切感じないですし、ハンドル切ったらすごいリニアに応答してくれますし、うん、だからコントロールはやっぱすごいしやすかった、さすが三菱だなっていうのは感じましたね、うん、はい、ゆうきさん、はい、次いつやるんですか。僕結構走りたいんですけども1週前雪の予定を見ながら、温度が下がって雪が降るともっと路面が締まって運転しやすくなるんで、うん、まあちょっと今度はそこを目指してやりたいなと思うんですけどね、はい、まあ1ヶ月以内にできればな。これでも多分教わりたい人もたくさんいますよ。そうですね、ただそんなに多く人数教えられないんで、もう最大5人とかですけど、まあでもそれで来てもらったらしっかり教えて、あのものにして帰ってもらえるかなと思うので、はい、まあぜひ。わかりました、はいはい、というわけで皆さん雪の軍祭今日ねお届けしましたというところでね、楽しんでいただけたでしょうか。またね出張になりましたけれども、はい、はい、また次回も出張坂野店のコーナーをですねよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はこの辺でお別れしたいと思います。バイバイ。チャンネル登録もよろしくお願いします。車の話番組 YouTube では非公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。